神にセアラメンツに勝ちたいんだ。ナムチャの六人ブラマチ使うまで勝てなかったんだぞ。確かにマリックの言う通り、神のデッキに変えてから5連敗中、やっぱりめっちゃ負けてる。だが今回のデュエル勝ち筋はある。え、本当に？まず相手のバック、あれはモンスター効果を無効にするカード。あいつも差し去られるやつね。まずはあれを使わせる。おとり紹介、いいかだよ。よし、もう狙いどおり使ってくれた。まず第一関門突破。だが問題は次、じゃあユギは何を狙ってるんだ。真実の名をウルカロスに無効にされず使うことができれば。いや、そう、無効にされなかった。さらにこのカードを手札に加える。もうなんだ、なんだ、過ぎ過ぎてくさ。そして交差する魂、相手モンスターを生贄に現れよ。太陽神ラーの抑止に、真下で言うのやめて。せっかくめっちゃ豪華とライフをラーの攻撃力に変換。攻撃力7900、これで終わりだ。ゴッドブレイズキャノン、真下さん、せっかく豪華とに弾乗したよ。